ニセリン系は、卵下において、地上系の一部が、肥大化して、貯蔵器官となったものである。特に着生性,性の種の多くに見られる。ニセ球系、義球系、ニセ玉、仮リ,リン系ということもあるが、園芸分野では普通バルブと呼ばれる。ただし、バルブの言語であるバルブは、地下系の周囲に、肉質の葉が多数密生したものであり、ニセリン系とは、由来や、主な構成要素が異なる。 ニセリン系の形状は種によって異なり、非常に飛行したものや通常の茎に似た形態のものなど様々である。地上系の一つの石管からなるものと複数の石管からなるものがあり、前者はヘタラブラスティック、後者はホーマブラスティックと呼ばれる。例えば豆ズタラン族は一つの石管からなる球形のニセリン系を持ち、その先端に一二枚の葉をつける。 マメズタラン族のニセリン系、ビフレナリア族のニセリン系、エンシクリア族のニセリン系、シルタポディアムのニセリン系、ニオイセッコクのニセリン系。ニセリン系を形成するランでは、主軸の先端がニセリン系となり、そこに早家系をつける。主軸はこれ以上伸長せず、液芽が伸長して再びニセリン系を形成することを繰り返していく。 最も新しいニセリン系をリードバルブ、それより古いニセリン系をバックバルブと呼ぶ。このような分子様式を仮軸性といい、乱では複形性と呼ばれる、春乱族など。一方、主軸が伸長を続ける様式を短軸性といい、乱ではタンク期性と呼ばれるなど。ニセリン系の主な機能は水と養分の貯蔵であり、栄養繁殖の単位となることもある。 卵の栽培においては株分けに利用される。ニセリン系の表皮は厚い口ちくら層で覆われ、また普通気構を書く。ニセリン系それ自体の寿命は1から5年と短いが、ニセリン系から会計などを賛成することで長期間生存することが可能となる。ありがとうございます。